エドワード・サピアエドワード・サピアは、アメリカの人類学者、言語学者。アメリカの構造言語学を主導し、サピア・ウォーフの仮説と呼ばれるようになった学説を提唱したことで知られる。1884年1月26日、ドイツ帝国のラウエンブルクで生まれる。1904年に、コロンビア大学をドイツ語の学位を得て卒業するが、 彼の言語学的関心はそれにとどまらなかったことが後に明らかになる。卒業後2年間、ウィッシュラム語とタケルマ語について実地調査を行い、この間コロンビア大学では人類学者フランツ・ボアズに指示。ボアズの存在がサピアをネイティブアメリカンの言語研究に向かわせる決め手になったとも考えられている。その後、シカゴ大学で教鞭を取り、移籍した。 イエール大学では人類学課長を務めた。彼は言語学と人類学とを結びつける研究の先駆けであり、教え子にはリカ方、カツラやベンジャミン・ウォーフがいた。1921年、使用する言語によって人間の思考が枠付けされているとする新しい言語感を発表する。これを1940年代にベンジャミン・リー・ウォーフが取り入れ、発展して後に、 サピア・ウォーフの仮説と呼ばれるようになった。1939年2月4日、心不全により死去。去年54。サピアが主に研究したネイティブアメリカンの言語はアサバスカ諸語であった。他に、ウィシュラム族、チヌーク族、ナバホ族、ヌートカ族、パイユート族、タケルマ族、ヤナ族の言語と文化についても研究を行った。 言語学全般に関する著作も数多く、言語、言葉の研究助説では中国語からヌートカ語までを例に解説した言語類型論や言語の変遷、言語、人種、文化間の関連のシーなどについての施策まで幅広く論じている。音象徴の実験的研究の先駆けでもある。ありがとうございます。